森本ひちょりは同じ外野手として敵対視していた新庄からお前さ、三振した時に下向いてベンチ帰ってくるのやめな。あれじゃ監督はお前を使わない、もっと堂々とした方がいいよ。と何度もアドバイスをもらい、いつしか兄のごとく慕うようになっていた。森本は毎日練習していたが、一回バットを置いて、頭の整理をした方がいいと新庄に言われ、休むことを取り入れた結果3年連続で成績が向上し、打率3割を達成した。新庄とそれほど親しくない時にたまたま食事の話になり、なんで誘ってくれないんですかと言ったところ、なんで俺が誘わなきゃいけないんだよ、お前が行ってこいよ、俺いつでもいいからと返された。森本は新庄のことをノリがいいみたいな感じだけど、実はめちゃくちゃ礼儀正しい人なんですと語っている。ひちょり一番つけると聞かれ、森本は何度か断ったが、じゃあ他の誰かがつけていいのと言われ、それは嫌です、他の人がつけるなら僕つけたいですと一番を継承した。